say hop, you say pass. Hop, pass, hop, pass, hop, pass, hop, pass. We are Hoppers. Hoppers Channel. ハムさんハムニーだ。初めてこんな今週チキン食べたかも。次はこの前コスメが売ってるお店に行って炭酸パックを買ったんですよ。で試して使ってみるってちゃんと使ってるんですけど今もこれ横使うためには軽く診断して見つけとってから、はい、ちょっとパックしてるところをねみんなにお見せした方が面白いかなということでじゃあ次にしまーす。それはねちょっともう一回お姉様にもう一回会ってなんか使ったんですよっていう報告とあともしねなんかまたおすすめしてもらえればそれも試して使ってみたいなと思ってこの前行ったスキンガーデンさんにもう一回行ってみたいと思いますということでじゃんこの前も来たスキンガーデンさんにもう一回来てみました。この店は雑貨とかも売ってるしコスメとかも売ってていろんなブランドとかもあって行ってみたいと思います。ということで店内に入ってまいりました。この前この間見て買えなかったこれ違うんです。この前見て買わなかったんです。今日あるんです。本当だある。肌が白くなる洗顔本日はあります。どうしよう今パックを試して使ったから次はじゃあ洗顔を試して使ってみます。ちょっと一旦この前買ったのがこれなんですけど本当にガムみたいだったんですよ。そしたはいホッパスのソラです。この前新大久保にいた時に購入したこっちのピンキービギー炭酸パックのちょっとすっぴんで眉毛があれなんですけど装着しました。なので今から使っていきます。結構一回なんか使った後に多分ちょっとでも水分が入ったらこうあわあわにちょっとあれなんですけどあわあわにこれを結構思い切って手に乗せて、結構大胆にいっちゃいます。多分これ付属のなんかスパチュラみたいな合ってる、それで取るんだと思うんですけど、私がなくしたのかでちょっとないので。水分入んないように手で取ってちょっとたっぷりめに目を避けて塗ります。もう慣れました塗るの。もう余ったのでこれもう結構あわあわになってきた感じでちょっと置いて時間を置きます。はい、5分ぐらい経過したんですけど、わあ、髪の毛についてる。めっちゃもうまた、あわあわになりました。かゆい。ということで、ほんと、また今日もあわあわになったので、横から見ると、やばい、わかる？音もやばいし、難しい。ほら。すっごいあわあわなんです。何回も言ってるんですけどね。これをまた洗い流していきまーす。はい、ということで流してきてそのままあれ結構多分乾燥水分が結構一気に持っていかれる感じがするのですぐ化粧水と乳液スキンケアをしたったので前髪がもうベタベタなんですけど肌が綺麗になる感じがすごいします。肌の汚れっていうかなんかくすみとかは飛ばしてくれる感じがしてニキビが結構この辺私すっごいニキビができるしてもこの辺に毛とかあるからなんですけどそれが結構できにくくなったりするので使い続けてみようと思います。ということで以上ピンキービギー炭酸パックの紹介でした。バイバーイ。
何やってるんですか。この間ね、これ買ったんですよ、うんうんうん、でそれでちょっと今また、ね、あこれめっちゃいいですね。そう、買ったんです。乾燥肌だとやりすぎもため、うん、油っぽいだと週1回とか、うん、やって、乾燥肌だったら月2、3回とか。さっきのやつ毎日使ったんですけど、この前買ったパックでもダメって1ヶ月に1回とかで言ってくれちゃって、なんでそれはほどほどに使って、じゃん、こちらは GQ スキンのダブル洗顔フォーム、なんか肌が白くなる感じのやつらしくて、一緒に使ってどれがおすすめですかって、これ使いたいんですけどって言ったら、いいんじゃないって言ったんで、新潟も使いすぎは肌にダメみたいなんで使ってみて、この黒い肌が夏までにちょっと一旦白くなるのか。めっちゃ黒いんですよ、肌が汚いけど。そうなんで、これがどうなるのか試してみたいと思います。バイバーイ。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。